今私はね、浮島に来ているんだけど、やべえやつ見つけちゃったんですよ。なんか霧がかってきちゃった。でもやべえやついたのよ、ほら。プライムアルファギガノトサウルス。体力2600万。バケモンいるんだけど 2600万ってもう、ウォーデンより強いじゃん。とんでもねえやつ湧いてたわ。やっぱ、ギガノトにもプライムアルファいるんだ。じゃあ、エーペックスギガとかも、いそうで怖いな。いやー、一回殴らせてみる？体力今25万あるけど、さすがに一撃25万はないでしょう。まあ、多分出血あるからちょっと、一旦出血を無効にしてから挑もうか。危ない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 危
9000。エーペックスティラノより火力が上なんだ。誰が勝てんの？こんな3万ダメージ与えられて、で、ギガノトだから出血持ってるじゃん。で、それを食らいながら2600万削るんでしょ。誰が勝てる？まあ、ということで、やばいやつ見つけましたね。なんかシルバーゾンビドードっていうやつがいた。うん。こいつ何なんだろうね。なんか魔女の帽子つけてて、体力が44000。だから、まあ、普通のゾンビ堂々と比べてちょっと強い感じか。まあ、なんかせっかくなんで倒してみようと思います。お。シルバートリート。ゴールデントリートのシルバーバージョンってこと？わ、これすぐ腐んな。1時間で腐っちゃうのか。ゴールデントリートはまだ入れても2時間ぐらいは持つんだけど、こっちは1時間で腐んのか。この食べ物はノックアウトされた生物を即座に飼いならすことができると。で、手動で食わせるみたいなこと書いてあるね。だからまあトリビュートと使い方は一緒か。ゴールデントリートみたいに食わせるわけじゃなくて、こうインベントリに入れて直接使うタイプのゴールデントリートって感じか。なるほどね。つまり、まあ、このセダティブナルコティックを使って、で、ゴールデントリートで即座にテイムするっていうコンボを、これ1個でできるって感じか。すげえな、ゴールデントリートの上位互換的な存在か。シルバーだからゴールドよりランク低いと思ったけど、優秀だな。で、ストック数も5しかねえもんな。ゴールデントリートは10なのに。なるほど、こんなのがいるんだな。まあ今までやってきて見たことなかったから、シルバーゾンビ堂々も結構レアな生物ってことか。なるほどね。エンシェントティラノサウルス。こいつをね、倒していこうと思います。まあ、今まで、エンシェントラプトル、エンシェントカルノと倒していって、で、
このティラノもね、いい機会なんで倒していこうと思います。体力が570万。まあ、結構ね、強いんだけど、一旦火力見ようか。そう、骨恐竜はね、なんか敵対してこないんだよ。だから一旦殴ってあげると。ほら、こんな感じで火力がね、そんな高くないんだよ。で、まあ、出血も持ってると。骨恐竜は基本出血は持ってるんだね。でも、エーペックスティラノに比べたら火力は控えめなんで、うん、せっかくの機会なんで、今回で倒していこうと思います。よーし、やっていくぞ。1500ダメージ。まあ、骨恐竜の中では火力は高い方だけど、ちょっと火力上がったな。あ、でも大丈夫大丈夫。もう100万削れてるから。いけるいける。出血もちゃんと無効にしてるから、問題ない。はい、これで終わりと。よし。そしたら、やっぱりな、エーペックスレックスになれるスキンをゲットできると。それじゃあ早速つけていくんだけど、ちょっと気になることがありまして、まあ今ね、俺が乗っているティラノサウルスが、まあ現在の姿なんだけど、エーペックスティラノって、この隣にいるアルファティラノみたいに昔のモデルなんですよ。だからその昔のモデルのスキンをこの今と見た目が違うティラノにつけたらどうなるのかっていうのもちょっと見たいんですよね。行きましょうか。ほっ。あ、完全に旧モデルになってる。昔の姿になったな。で、これが、エーペックスレックス。うん、相変わらず、傷がついてるね。いやー、かっこいいわ。本家のエーペックスレックスは、めちゃくちゃ強いからね。いずれ倒したいけど、まあ、まだ倒すには、ちょっと戦力が足りないから、今はね、このエーペックスレックスの見た目で我慢しよう。この見た目だけど、外すと、普通の見た目に戻ると。これ面白いな。スキンで昔のモデルになって、外すと今の姿になるっていう。これ面白いな。うん。なんかジャストフィットしてんね。いやー、いいなー。傷がいい、やっぱ。まあ、いずれ本物のエーペックスティラノも倒していけたいね。いけたいね。